ディヌ・リパッティは、ルーマニアのピアニスト、作曲家。ブカレスト生まれ。父は、テオドル、ディ・パッティ、母はアナラコビチェアヌ、アナラコビシャニュ。ディヌが生まれた時、父親は別の女性と結婚していた。両親が結婚したのは1921年。ディヌの名付け親は、ジョルジェネスク。ブカレスト国立音楽大学にて、フロリカムジチェスクに支持。 1934年から1939年、パリ在住。パリのエコールノルマル音楽院で、アルフレッド・コルトーや、ポール・デュカスに教えを受ける。1939年から1943年に、かけて、ローマ、ウィーン、ベルリン、ブラチスラバ、ソフィアでコンサート。1943年に婚約者のマドレーヌ、カンタクジノとストックホルムでのコンサートのために、 ルーマニアを離れる。以来二度と母国に戻らなかった。1944年からスイスに住んだ。33歳でジュネーブ郊外でこの世を去った。死因は白血病と言われることが多いが、実際は保持ンリンパ腫である。また作曲についてはアルベール・ルーセルとナディア・ブランジェに指示しており、作品を自作自演で残してもいる。 母は1950年9月にディヌを見舞うためスイスに行くことに許されそのままスイスに亡命した。ディヌの弟のバレンティン・リパッティはブカレスト大学でフランス文学を教えた後1964年に外交官になった。彼のピアノの特徴は透明な音色でピアノを最大限に歌わせていることである。純粋に徹した。 ココーナまでに洗練されたピアニズムは、古今でも随一とされる。ショパンやモーツァルトなどを得意とした。ショパンのワルツ州は現在でも絶品とされている。ありがとうございます。